はい、コウさん、こんにちは。気になる男、第62話ですね。第62話、始まりました。覆面 YouTuber、タカです。よろしくお願いします。ということで、今回はですね、今回は許可なく自分の放送ができる YouTube、<laughs> 許可なく自分の放送ができる YouTube というところのキーワードありましたんでね、ちょっとそこについてお話しできればいいのかなと思っております。 まあ自分はですね、そのテレビってほとんど見なかったんですね。自分はほとんどテレビ、まあ昔はテレビ見たんですけど、本当ラジオですね。自分はラジオばっかり聞いてたんですよ、ラジオ。本当にラジオが。まあね、テレビが、テレビ見ないんで、じゃあ何、何するかってラジオしか聞いてないっていう、ラジオをずっと聞いてましたね。本当に朝から晩まで。まあ東京だとこの JWAVE っていうのがありまして、 福岡の時、住んでた時は何だ ?KBC ラジオとか、広島は何なんだろう <laughs> 広島を住んで、1ヶ月住んでた、住んでましたけど、広島の時は聞いてなかったですね。はい。まあそんなところで、ラジオほんとばっかり聞いてたんですね。ラジオ、ラジオ男ですね。ラジオ男もつ、まあ基本的に耳につけてたのはラジオ。音楽もほとんど聞かなかったんで、だいたいラジオ、まあ j w ェ b かこう、JWEB は今、東京のね、東京の <laughs>、よく、 まあ番組、ラジオってか J-Wave だったり、あと何があるんだろう。あ,あちょっと忘れちゃったんですけど、すいません。<laughs> まあ、ともかく聞いてたんですけどね。で、えー、なんだろう、聞いていて、<ー>で、まあ、社会人になって、まあ、ずっとラジオばっかり聞いて過ごしたんですよね本当にラジオから聞く音楽で知るし、ラジオから知ってる情報から全部情報源はラジオだった。 なので、もしずっと会社員だったら、まあ、ずっとこのままラジオを聴いて残る人生を過ごしてたと思うんですよ。ずっとまあ、言うたらこれ、ラジオを聴くだけで人生終了っていうね、ラジオを聴くだけで人生終了っていうところで終わっちゃうところだったんですけれども、まあ、2年半前からかな、まあ、会社人生を終わらせてというところで、会社人生が終わって、まあ、今は本当に、 ラジオばっか聞いててもダメだなともう情報はインターネットだなっていうところに聞いて、まあ、もちろん、ね、ネットから情報っていうのは取ってたんですけど YouTube から情報を取るってしてなかったんですよ YouTube から情報を取るってで今はかなり YouTube から情報を取るっていうことをすごくしててあこれ YouTube すごいなっていうのは、まあ、当然ねブログとか情報を文字媒体で読んでいくって 読んで情報を得るっていうのは本当にいいと思うんですけど、やっぱり YouTube っていうのは、あの情報量が多いなと、ブログをこう読んでバーって読んでいくよりも、例えば20分とかの情報を聞くと、やっぱりこっちの方がすごく情報詰まってるなと思うし、濃い、濃いですね。やっぱりすごく濃いなと思ってますたあと生の情報、まあ、どこの誰かが書いた情報よりも、まあ、その人が言ってるんで、その人が言ってるんでね、まあ、まさに、まあ顔出ししてなければあれなんですけど、 まあそういう形でその情報を自分の中に一回取り込んでそしてそれをね展開していく、まあ、情報の横流しっていう形になるとは思うんですけど、まあ、自分に一回取り込んでみてそして、えー、YouTube で展開していく、まあ、お話ししていくっていうところで本当に、えーまあ、YouTube がなければ多分自分発信することはなかったんです永遠になかった、まあ、その会社を辞めて Twitter とかしだすのにそれまでも Twitter もしてないまあ SN、SNS は全く触れてなかったです。全くもうゼロです。多分、触れてなかった。永遠に触れる。ええか分かんないですけど、多分、する意味が、する価値を感じれなかったん、ね、で、そもそも会社で、会社に行って給料をもらって、それで終わりだったんで、それ以外のやることって特になかったので、わざわざそのツイッターを、ツイッターにログインして、なんか自分のことを発信するとか、 まあ、人に発信するいい意味はいまいち分かったな、わか,かってなかったんでそう、別に人に伝えて何の意味があるんだろうと思ってたんですけど、まあ、それがね、やっぱりこうやって自分で発信することを覚えてですね、覚えて、全く知らなかったことを覚えて、まあ、で、本当に今しか、今の時代しかできなかったんだろうなっと思って、もう5年早く生まれたり、まあ、もう5年前はあったのか。 まあ10年前とか20年前、まあ、20年前とか生まれたら多分絶対無理だったんで、まあ、本当にこの時代に生まれ、巡り合った奇跡と、いや、これは本当に奇跡と言ってもいいんじゃないかなとは思っていて、でまた今日、塾生さんと今夜、あのー、対談またすることになったんですけど、それも,もメールでね、やり取りして、いやじゃあ今日やりましょうかって、じゃあ今日、今日の23時からやりましょうかみたいな話になったんで、もう本当にパンパンってこう決まっていくっていうのが。 本当に素晴らしい時代だなっていう、まあ対談もスカイプでタダでできるんで、通信も別にタダだし、電話代とかかかるわけじゃないし、本当に、まあ、YouTube じゃないんですけど、このインターネット IT テクノロジーを使いこなすって、結構すごいなと思ってて、スカイプだってしてなかったですもんね、社会人の時も。まあズームなんて絶対することもないし、久保さんとズーム対談も、今日かな、今日スケジュールが決まったということで、あ,ありがとうございますということなんで ム談ととかやったことないんで誰かのやってるの見て、ああ、こんな感じで進んだなっていうのをちょっと勉強しなきゃいけないんですけど、まあ、それも含めてね、全部が勉強していくっていうところで、も新しいテクノロジーに触れていくっていうところ、本当に大事だし、まあ、今までやってないことをや、まあ、一回やればもう覚えるんで、あとはそれを使いこなすだけっていうだけなんで、本当に一回やるかやらないかって、本当、これも YouTube も一回やるかやらないかだけになっちゃうんですよね、単純に。本当、そうかなと思っていて。 で、やっぱ今っていうのは YouTube を通じてお金をいただきながらやってる、もうこうやって活動しているわけなんですけど、一番良かったのはやっぱり一人じゃないっていうところ、一人じゃないっていうところ、共にこの人生にこう挑戦して前に進んでいく。これはパートナーじゃなくてお客様になるんですけども、まあ、自分はこの1年、もう1年半ぐらいですね、去年の8月ぐらいからお付き合いさせていただいて、 もう一年以上、八九あ、ちょうど一年経ったのか、一年半まではいかないのかな、一年ぐらい経ったんですけど、まあ、このお客さんはその、まあ何もブログとかも書いてなくて、で、何か、何かしたいんだよ、みたいな感じで。で、英語がやっぱり、自分は英語が何かやりたいんだっていうことだったんで、じゃあ英検、英語の勉強しましょう、英語のブログでも書いていきましょうか、みたいなお話をして、こう始まった方なんですけど、で、自分で英検という目標を、 こう定めてそして50歳55歳だったのかなで英検3級ですねまず英検3級手始めの英検3級を受けて合格して次に英検2級を受けてこれも合格してで今今回英検準1級っていうのを この3連休、先週の3連休に受けてっていうところになったんですけど、多分自由員級って大体半年から1年ぐらいやっぱ勉強しないとなかなか受からないっていう難しさなんですけども、それに対して本当に毎日勉強していて、まあ勉強ブログを私読ませてもらったというか、読んだり、こういろんなことを一緒に、まあ、やってるって感じなんですけど、で、これ最後にこのブログを書いたところなんですよね。悔いを。 残す時間は自分にはないっていうね。最後、こう言い切ったところがやっぱりすごく良くてですね。これを、これは最後の試験受けた後にすぐ書いたブログなんですけどね。悔いを残す時間は、あれない。悔いを残す時間はおかしいな。<laughs> えっと、ペンかなこれか。あら、つかない。あー、飛んじゃった。<laughs> まあい,いや悔いを残す時間は自分にはないっていうね、いうことを言ってくれて、いやー、本当に、ここかな、悔いを残す時間には、自分にはないっていね、悔いを残す時間ですね。で、やっぱりこの円楽市長、円楽師匠だったりね、アントニオ猪木さんの刑法を知って、まあ、全力で生き、生きらねば、時間に申し訳が立たないと思った次第っていうね、いやー、やっぱ時間に対してすごくシビアに、特に、えー、会社員だなので、 本当に隙間時間をすごく使って朝4時に起きて朝4時の朝弁をして朝勉強ですね朝勉強して夜帰ってきて夜の勉強さらに昼休みに勉強さらにえっと3時昼3時休憩っていうのがあるらしいんで3時休憩のところで勉強してて1日4回勉強するっていうところをやってるんですけどそれもコツ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 その1日4回のリズムをひたすら繰り返していくっていうことでこう目標に達成するってことをやっていってまあそれもずっと自分見せてもらってたんですけど 本当にすごいと。本当に本当にこれ、すべて使い切ったぞっていうぐらいもちゃんとやってたと思うんですよね、本当に。まあ、結果がどうあれ、あれ以上のことは出せなかったと。まあ、言い切れる自分に誇りみたいな感情が芽生えていますということを、このブログ、自分のブログに書いていたんですけど、いや本当に、ここまでそのやり切れるとこに人間どこまでそんな、本当にここまでやっぱやれるってすごいなと思うんですよね。 うんここまで本当に自分頑張ったことってあるのかっていうところをそういうのもやっぱ振り返ってみると、ね、やっぱまだまだ自分もまだ本当にまだまだっていうところなんですけど、ね、お金を稼ぐと経験を、ね、勉強するとか全然ねジャンルってやってることは違うんですけどその物事に向かうことに対しての真摯に向かうことっていうことに対してはやっぱりなんか共鳴し合うものというかそういうのは熱にあたるというわけじゃないんですけど。 まあ自分にねできることっていうのは本当に喜ぶだけなのかもしれませんけれどもやっぱりこの伴走者になること伴走者になることでこう自分がその,その人がね別全く別の別人がその潜在的な力を発揮していくもともと持っていた力っていうのをただ出していっただけなのでただそれがくすぶっていただけですしその今まで持て余していた時間っていうのを 有効活用していってるっていうところをやっぱこれを見るとねあ人間やっぱりやれば何でもできるんだなってもう本当に人ごと事みたいな言い方をしてるんですけどいややっぱりこの熱をもっと自分がこうやる,やるべきことだと定めたこともコミットしたことですよねコミットしたことに対してこうやるって決めたらやっぱり人は強いんだなっていう思いますしその本気の熱っていうのは確実にこう画面越しにえ伝わって 来るんですよね。やっぱりそれはすごくやっぱりそれは1対1でやり取りしてるからかもしれないんですけどでそのエネルギーがやっぱり自分に伝わりそしてその自分のいいもらったエネルギーをねまた他の方にこうつないでいくっていうこと,いうことができるんで本当にやっぱりすごいやっぱ YouTube ってすごい力があるまあテレビ放送ってもともとすごい力があると思いますね,それがね自分の、 個人で発信できるっていうのはやっぱり放送の力も、まあ、メディアの力っていう言い方がいいかもしれないですけどそこってやっぱ強いなと思って、うん、ただそのブログに書いているのを人が読むよりもやっぱりこう個人的にこう伝えれるもちろんそれが顔出ししているがしてないがまあいろいろあるとは思うんですけどやっぱりこう電話とはまた違う電話だとどうしてもこう同じタイミングでこうつなげなきゃいけないんですけどそれとは違う,う まあ、テクノロジー、新しいテクノロジーの形ですよね。この YouTube を使いこなすってことがどれだけその人と人をつないでいくのかっていうのはすごく感じますよね。こうやって久保さんと気になる男シリーズをやっていくっていうことも誰かに伝わっているとは思いますので、ん広告収入で稼ぐっても同じですよ。ファンに熱を伝えるというところで、ね、まあ、ファンの熱がやっぱ伝わってくるんですね。かなり気持ちが入ってると。それはその自分の YouTube の動画の質を上げる上げないっていうそういうところではなくてしっかり伝える自分の声でしっかり伝えていくもちろんその自分の、うん、顔出ししてないし全然別のことかもしれないですけど伝えたい伝えるって気持ちだけは変わらないので、ね、その伝わる気持ちが伝わればやっぱり、えー、感謝の気持ちファンの気持ちっていうのがやっぱり伝わるんでやっぱそこっていうのはね ま動画を出すことによって気持ちが高ぶるというか、まあそういうことをやれることはすごく、まあ、これがね、その仕事になるっていうのは本当に、まあ一生やれる仕事ですので、本当にこれっていうのは素晴らしい仕事に今携わってるなとは思ってますしね、うん、本当にいい、えー、以上、いい、いい、いいことさせてもらってない、いいことっていうちょっと表現おかしいですけど、いい、 いい,いい仕事させてもらってるなんか、ね、いい仕事させてもらってるなっていうところはありますね、本当に。うん。はい。で、やっぱりそれ、ね、自分の気持ちが高ぶっていけば、当然ね、稼ぐ力も高ぶってきますし高、高ぶじゃない、稼ぐ力も伸びていきますし、稼ぐスキルも高まっていきますよね。やっぱ、もっとこうした方が効率的にできるんじゃないかとか、もっとこうした方が早くできるんじゃないか、もっとこうした方が、その人により伝わるんじゃないかっていう工夫とか改善とかを、どんどんどん、やっぱりやりたくなるものですよね、人間っていうのが。 まあそういうのがある、ね、えで、かつその許可なくね、誰にも許可なく、わざわざそのお伺いを立てなくていいっていうね、誰,か誰にもお伺いを立てなくてよくて、こう放送できるっていうのは本当に YouTube の魅力なんじゃないかなと思う次第でございますということですね。はい、ということで第62話、あこちらで気になる男終わると思います。そしてですね、無料プレゼントということで、自分、さっき出てたプレゼントも作り終わって、まあ1時間ぐらいのこの、 講義できたんですけど、まあ、すごく自分の中で納得できるものができたなっていうところが <laughs> まあ,あったりもして、まあ、最後にちょっと告知をさせてもらえると、すご嬉しいなっていうところですね。はい、ということで、えー、気になる男、第62話あ、ありがとうございました。次は第63話ですかね。第63話、また久保さん、よろしくお願いします。ここまで、覆面 YouTuber、高がお送りしました。ありがとうございました。失礼します。